開きます。370万円強度、ありがとうございます。231万円、121万円、222万2000円、落札。わっせこんにちは、秋広真です。わっせこんにちは、秋広拓です。今回は屋久杉の市が立ったんで、それに行ってきました。行ってきました。すげえ値段が上がってます。びっくりしたね。びっくりするぐらい高くなってます。以前は年に1回定期的に市が立ってて、屋久杉って天然記念物だから切れないので、土に倒れてる昔倒れた木を屋久杉の森林組合が管理してて、計画的にヘリコプターで引っ張り出して市に出てきてたんですけど、土に埋まってる木をドマイボクって、何年かに一度しか出てこなくなってるから、どうしても欲しい人はちゃんと買い取り切るしかないので、見てるとやっぱ気合入ってる人たち、土下視線取りたいのも伝わってたし、そうだね、バブルの時に匹敵するぐらいの単価に戻ってきたんじゃないか。まだ上がるかもね、今後ね。ちょっと見てもらいます、どうぞ。まさこんにちは。屋久杉の市が今始まります。久しぶりに屋久杉のドマイ僕が出てきたんで、結構5分くらい集まったぜ。人も相当いっぱい今日集まってますよ。で、ここから紅葉所がある。はい、紅葉所向こうです。こっちもあります。はい、はい、お願いします。はい、一度目標お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あれ相当いいですね。まあ、やっぱ手前にね、いいのがあるのがセオリーなんで。はい、ありがとうございます。なかないですか。1号物件お願いします。約 1.7 リューベ。1.7 リューベ。はい、入ります。はい、はい、入ります。はい、ありがとうございます。他ございませんか。手が震えますね。はい、いいですね。はい、開きます。231万円、306番さん、落札。ありがとうございます。金字差です。金字差、2号物件お願いします。2号物件お願いします。在籍が1立方お願いします。1.1 400、お願いします。屋久島森林組合のキャップ見た、見た、見た、かっこいい、かっこいいね。まあ、もともとね、この鹿児島名国、うん、一番のキャップがね、結構サンプリングされてるからね。確かに。はい、2号物件お願いします。2号物件お願いします。ありがとうございます。ございませんか。はい、2号、はい、2号物件、はい、はい、ありがとうございます。どうですか。開きます。222万2000円、ありがとうございます。421番さん、ありがとうございます。はい、次3号、はい、はい、3号物件お願いします。はい、大判買って、大判、でかいね。これはでかい、でかいね。大きさを買って、この市場で競り落としたやつを製材して、テーブルを置いてくれるかっていう、ちょっとしたギャンブルみたいな感じもあるから、1000年前の木材屋さんたちがたくさん集まってきてて、だって普段と違って後継者がいっぱい溜まってる。すごい、いつもはもっとね、作業者ばっかりなんだけど。はい、3号物件お願いします。2.2立方、うん、お願いします。はい、お願いします。2.2リューベイ、リューベイ単価なんで、一リューベイの値段で入札します。値段のかける2.2をする。そうそうね、うん、今から発表される値段の。じゃあ開きます。121万円、407番さん、落札。はい、ありがとうございます。一番ね、でした。でかいけど、フケがあるんだよね。そうね、群れてる、うん、群れてて、まあ群れは止まってるしだけど、やっぱこっちの方が目の感じがぶどまりがいいんだね。全ての場所が使えそうだね。これもういいもんね。どちらかこの方が使える。はい、4万円、その分値段が単価半分ぐらいだったね。ただでかいからこの分って感じ。はい、4万、はい、お願いします。はい、約1立方。はい、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 シンプルになったね。でもいいね。はい、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 118万円ちょうど、290番さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、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 は
手軽ないけどね。一番と一緒です。はい。あ、一番と同じを食べるんだ。はい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 。はい。はい。はい。君が一押ししたところで入れるわけではないという、手が出ないです。やっぱ市場が賑わってるといいですね。どんどんちょっと荒くなって、荒くなるね。うん、こっちに来ると。約1日後、9号物件、ありがとうございます。うん、アンカー上がってる。ね。ゲットできるチャンスがもうないから、みんな結構そのつもりで来てる感じが。木材業界に相場も、そこはみたいな。どんどん一番このトップの学生の単価が早まる。色々変わるって感じで。はい、1立方。はい。お願いします。倒れて、腐った残った油を一回も入れて、今分かってる。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後はい、中で入れてます。99,000円、ちょうど304番さん、ありがとうございます。ありがとうございます。次、11号物件、はい、ありがとうございます。入ります。ありがとうございます。入ります。はい、もう一度あります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。落札39万円、678落札。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次12号物件。お願いします。お願いします。12号物件。お願いします。はい。はい。はい、入ります。はい、お願いします。はい、入ります。はい、ございませんか、12号物件。はい、ありがとうございます。はい、何ですか。ございませんか、12号物件。はい、これいいですか。はい、開けられます。18万
8000円。290番さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちもね、名物なんだよ。今薬が終わったんで、まあ、紅葉樹とあと、まあ、ちょっとした杉の余暇材をこの流れでみんな買い物するっていう、これお決まりのパターンだと思う。神社のいいもんね、普通に。何神社って言ったの？どこの神社ですか？仙台。仙台。はい。内緒で話しね。はい。仙台。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ゆうべたか。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ないですね。ございませんか。はい、VR 落札141,000円。282、ありがとうございます。地元の木、薩摩半島の木。はい、ありがとうございます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 。かけで開きます。115,000円。595番さん、ありがとうございます。安い気はするけど、まあ、こっちの方が自然な単価だよね。いや、ちょっと麻痺してる。オックスもいいもんね。はい、ここございませんか。すいません、ちょっと元打ちさせてください。入れたやつがもう差し根まで届いてないから、そうかなかった。うん、一番いい薬杉、うん、今回15本薬杉が出て、一ちゃん値段ついたやつをちょっと見に行こうかな。あれじゃなかった、6番すごい、すげー。 2m54。 うん、詰まってますね。背中の方ちょっと、こっちもすごいもんね、存在感が。なんかで、こっちも綺麗なんだ。この辺、この佇まいがかっこいいもん、やっぱこの辺。これはすごいですよね、これ。うわ、すごい。確かに。うん、これ。九州名木はこれで仏壇作る。いや、これは仏壇の違って、仏壇の心地よい鏡があったよ。それがここは薄取っている子が必要なわけよ。そう高く売れる。で、俺も、これ取ってこう上げる子に今度コップがこれで作らせようと思ったら、これはものすごく横向くんで。すごいですね、この辺。だってこれがうちにある、そばって。これはで、これはもうここで切ってしまう。うん、それかもうこのまま立てて磨いたらいかない。いやだか。このままかっこいいそうだな。このまま立てて、この溝場生かしたらいいね。ついたて、すごいよ、これ。このまま生かした方がそっち行ってこう食べてな、皆さん。こ れ, こ れ, この取れたらそう思う。じゃあろ、うん、あんたと置いとかんが一緒だもんな、大体。これよくない。これは大地君のためにあんた頼まんじゃったな。うん、で、彼が混んじゃったで取られんじゃったって。これよかった。どっちか取れんかったらちょっと頑張ろうと思った。ああ、これが俺が一番、これね、一番好きってあれじゃったばって。うん、で、これもな、こうようここで来てみたら、おこれは面白い木じゃなと思って、ただ磨かれんな、これな、中が。ああ、中が磨かれんな。
相当大変、うん、このままなオブジェでしたらすごいな、これ綺麗に磨いてな、うん、洗車機で洗うだけで、うん、まあ洗うだけでしたかもしれないかな、ね、これ良かったか、あんたまだ一は続いてますが、薬杉をメインに今回はお届けします。まっせはい、3万5000円こちら、はい、ありがとうございます。では、秋広ウッドワークスと申します。親父の秋広昇、長男の秋広仁、三男秋広拓の3人で鹿児島で木工をやってます。木工を流行らせたいっていうテーマでこの YouTube をやっています。木工の技術や情報を共有していきたいと思っていますので、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。わせさようなら。わせー。もう一回チャンネル登録をよろしくお願いします。ただ蒸れてるな。蒸れてます。あ、うん、蒸れてるな、ちょっとまたね、結構時間が経ってるんですね。そうか、蒸れてるね。はい、本田さん、蒸れてます、本田さん、これ中蒸れてるよ。これ中、これこれな、これ本田さん、この時ってことはこの中だな。これこれ蒸した、蒸し金金金、うん、これ中に入ってるな。途中で止まってる、全部通ってない、うんうん、全部通ってない、うん、全部通ってらんばって、なるほど、ずっとこの隙がどんどん入る、その日この、ね、このな流れはある、うんうん、こっちやな、これが発注するから全部が漏れるところは、もともと白田でやばいところ、ね、あ、やっぱりそうなんですね、油が入ってるところは漏れるから、はいはい、この中は結構油が入ってる、そう、漏れるところと漏れないところがあるの。油が入ってるところと強いところと、北向きと南向きで火が変わるから、南向きの方っていうことで、北の方は芽が積んでるし、うん、だからこっち、こっちからの芽が粗いはず、なるほどですね。ガンガン当たるから成長が早くて、そうそう、背丈が大きいってことですね。そうそう、成長幅が大きいところがやばい、やばくて油が入らないの。なるほど。北側はこうちょっとずつ成長する。で、北側の方が油だまりとか紅葉が入るのは木が硬くなるから、そっちの方が入る、うん、はあ、なるほど、ありがとうございます。わかりやすかったですね、うん、こっち見て、ここはね、多分コブがついてたんですよ、コブコブした木で、コブが、あの、風化したようなコブが表面に2枚になってついてて、それが漏れてて、で全部叩き潰して取ったんですよ、重機で、重機で押し引いてるから、よかきだって、で、鯉が上の方で、藍が下だから、あっちが下に埋まってた方だ、確かこれの下だから10番かな、10番、薬杉が早く20本ぐらい、2メーターもんが、あれが10番ですね、あっち、これが10、うん、ちなみに分かりやすいなと思う、蒸れてるところがをタブとかもあるの、うん、を使うと水が漏れる、うん、本当にやっぱそう、確かに、スポンジみたいになるから、ね、うん、色はいいんだけどね、うん、仕上げるのは大変なんだけど結果やっぱ加工しない方がいいよね、そうなると、うん、お元気ですか？元気なのか、もう死ぬ前。